周りどこ行っちゃったんだこれ。鳩に何か意志があるのか、もしかして。んなことないよな。上か。あ、ぶな、危ない、痛い。え、そっちか。はあ、同じことやってるよ、もう。届け。まあいける、まだいける、いけない。あー、これどうする、こうしてこうか。ん？あ、クラウンだ。縦にはできないのか。油いるね。はいはい。あ、届かん。痛い。うん、よいしょ。いえ、なんで、途中のこれ何なんだろうね。何の意味もなさそうな足場がいくつかあるけど、無理。おっと、危ない。敵がいる。敵がいる。うん、危ない。あ、なんか声が聞こえる。どうする？ふう、チェックポイント。取った？よいしょ。マリーいるか。
いいよ。いや厳しい。無理。いった。マリいたな今でも。うわっ、よいしょ。大丈夫？うん。いった。そりゃないぜ。どっから、よいしょ。よいしょ。これ倒してすぐ行かないといけない。オッケー。あ、いた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 。何ですか、そんな目で見ないでください。シンプルに鳩に襲われてただけか。あ、強そう。顔かわいい。あれはなんだ、正義、正義、ジャスティス。マリ、本物のジャスティスって呼ぼうか。ジャスティス、マジ本当にコスプレじゃなくて。どうしよう、私子供の頃からすごくファンだったんです。どうしようどうしよう、あの私と写真撮っていただけますか。お、え、中に人入ってる。マリすぐにこっちに来るんだ。おじさん、ジャスティスは怪しい人じゃありませんよ。ざれ言はやめろマリ。お前は何者だ、正体を見せろ。人だ。聞こえなかったのか、正体を見せろと言ったんだ。おじさん、ジャスティスは寡黙だからいいの。そういうコンセプトじゃなかったの？本当なの？喋ってんの？なんかくだらないことを言ってないで後ろに来い。見守っています。え？
そう。お兄さん、ジャスティスを知らないんですか？全国を回って人を救うさすらいの傭兵ジャスティス。あの人が救った人は数知れずで、解決した問題だってすごく多いんですよ。私が幼い頃からいた人ですが、この都市に関係があるはずないじゃないですか。さっきから何を言ってるんだ。誰なのかも知ってる。何が問題なのかわからないのか。え、そうなの？全市民が消えた都市でそいつだけが無事に生きてる。これがこの都市と何の関係もない、本当にそう思っているのか。それは、あ、もしかしてジャスティスもここの問題を解決しに来たんじゃないですかね。孫氏のことは極秘事項だ。民間人が知り得る情報ではない。そして奴が乗っている歩行スーツ、ランク3の隠蔽機能がついた軍用のものだ。英雄気取りの個人が手に入れられるものでは。マリ、あのものを追跡できるか？いいえ、不可能です。本当です。考えてみてください。あの正体不明の放浪傭兵を追跡しようとしていた者は大勢いたんです。ですが誰一人成功できませんでした。私を含めて。ではあの者に関しては忘れよう。我々の目標はサンナビを追いかけることだからな。行くぞ。気になる。いっそっけ、いっそっけ、いっそっけ。うわ、いるじゃん。なんだよ。危な。いや、そうか。あれは動くフィールド嫌だな。あ、無理じゃん。どうすんじゃん。いったー。よいしょ。私もうちょっとこのスローをうまく使わないとダメだな。よいしょ。どっちだ？左か？いた！無駄にダメージを。痛い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 。あ息を止まって。わかるか。よいしょ。あ、そっか、それか。
す。上かな。いやそうなるよな。よいしょ、危ない。敵？よっ、よっ、おうおう、わお、死ぬて、回復して、回復、 OK、 まずい。いや、危ない。え？あー危ないってー、グヘー難しい。いいよ。よいしょ。ここ。痛い。つらい。頑張れ。なんかやり方が悪いんだろうな、私の。今度はなんだ？敵か。無理。いった。よし。お、いた。え？
いや、上じゃない。やお。いやー、それ。うっそ。うまいこと側面に張り付くとか、そういうとこは難しい。あれ、なんで張り付かん。よいしょ。なんだ、なんか建物に着いた。めっちゃ付箋が貼ってあるな。ハートマーク。孫プロダクト CEO チョイジョン。そんなに人気者なら CEO じゃなくてセレブにでもなればいいだろう。あ、女性なんだ。彼女の笑顔に騙されちゃダメ。彼女は虐殺者よ。よく知っているのか。うん、知ってるかどうか教えてもらえなかった。お、これは？ジャスティスと同じ？どうしたのマフィン？これ気に入った？カラーリング一緒だね。これ治安自体の兵器っぽいけど借りてもいいのかな？おじさん、マフィンをここに座らせてもいい？無視。ダメだってマフィン。ん？なんだ？ちょっと待ってください。ん？大変なことに。おじさん、あれ見てください。あの黄色いサイコロみたいなの。ほう、なんかドローンが。あれか、なんだあれは。携帯最高性のマイクロボット、通称不死の装置です。あれが近くにあれば治安維持隊のアンドロイドは絶対に破壊されません。致命的な損傷を受けても無数のマイクロボットたちが一瞬で復旧させますからね。再び蘇ってくるということか。厄介なものだ。ならどうすればいい。最も確実な方法はあの不死の装置を先に破壊することです。それができない場合には危険区域ってありますよね。その危険区域に敵を放り込むんです。放り込む。はい、復元中のロボットには出力が非常に上がるという問題があるんです。迎撃レーザーがマイクロボットを灰にしてくれますよ。撃破不可能な敵を処刑しようとした場合、敵をダッシュの方向の反対側に飛ばす。なるほどね。適切な方向へ敵を飛ばして地形を武器として活用してください。バスケットボールってありますよね。あれみたいな感じです。そうか、やってみるとしよう。